こんばんは、ワドでーす。今日はですね、2017年5月の19日でーす。お疲れ様でーす。じゃあ、ロハコさんになんか遊ぼうって誘われたんで行きましょう。映像と音声来てたら教えてください。どうもー。映像と音声大丈夫かな？大丈夫？よいしょ。行くか。はい、行きましょう。ちょっと待って。大丈夫？どうもー。はい、ワドツー、中ちゃんいらっしゃい。時間かかっちゃった。ロハコさん、そうだろ、こんにちは。座っていいよ。ロハコさん、ロハコさん、グーじゃなくて、ロハコさん、ロハコさん、あなたが呼んだんでしょ？ねえ、ロハコさん、ロハコさん、ロハコさん。いや、綺麗になったんだよ。前来たことなかったんだっけ？なんか女の子二人が、超ゴミ屋敷だったのに。片しちゃうんだって。ロハコさん。ロハコさん。いや、ロハコさん。いや、グーじゃなくて。ロハコさん？ロハコさん、あなたが呼んだんでしょ？今から家来てって。あーんじゃなくて。ロハコさん？大丈夫かな。どうすんだよこれ。あ、ロハコさん大丈夫？ロハコ、あ、起きた？起きた？お初にお目にかかります。おはようございます。大丈夫？ロハコさん、どうした？何それ？大丈夫？ロハコさん、何それ？ロハコさんどうしたの？いや、座布団座っていいよ、こうや。ロハコさん、再起動中？ロハコさん、ロハコさん大丈夫？ロハコさん、大丈夫ですか？なんか、ロハコさん大丈夫？いいよ、寝てていいよ、寝てていいよ。ちょっと起こして。起こそうか。うん。転換起こしてんの？あ、そう、トンネルもあるんですよ。大丈夫？
転換。うん。うん。寝てたの？え、いいよ、寝てても。うん。うん、ちょっと体硬直してるから。大丈夫？うん、大丈夫。大丈夫？ロカさん、うん。いいよ、寝てて。うん。ちょっと寝ようか。様子がおかしいよ。うん。大丈夫かな？うん、大丈夫かな？ちょっとなんか死にかけてる。よいしょ。ちょっとカメラお願いしていい？うん。なんか様子がおかしいわ。ロカさん、大丈夫？どうしたの？今日。寂しかったのかな。寂しかったのかな。ロアコさん、財布落ちてるから。うん、寝な。どうしたの今日。うん。来ないから。寝ちゃったの？来ないから。え？今夜行こうと。はい、来ないから寝ちゃったの。来ないから。うん。なんて言ってんだ。え？夢の中。東子さんは眠くなっちゃったんだよね。さすが Windows 95。そうなの。大丈夫？うん。うん。はいはい。飲み物買ってくればよかったね。うん。そうだね。飲み物買ってこようかじゃあ。うん。じゃあ荒野と俺行く？飲み物買いに。何飲む？行きますか。どうもさ、はじめまして。どうもさ、はじめまして、21歳です。あ、いいね、いいね。こうやくんっていう子、はい、最近配信始めたんです。最近、はい、まだ1ヶ月で、1ヶ月と2週間です。ロアコさんに会いたいって言ってたから、今日連れてきたの。はい、うん、はい、じゃあ俺ちょっとこうやと、あ、出てきた、かわいい。なんて名前なの、ロハコさん。うん、カムちゃん、かわいい。チビちゃん、チビちゃん、かわいい。チビちゃん、チビちゃん、チビちゃん、かわいいね。うん、うん、かわいい、チビちゃん、かわいいね、チビちゃん、かわいいね。メス？メスか。ちょっと、ロハコさん、何飲む？ヨーグルトドリンク？うん。うん。わかった。ブルガリアとかでいいの？うん、なんでもいい。オッケーオッケー。じゃあ、こうや、買いに行くか、一緒に。はい、行きます。うん。え、のんちゃんじゃあ遊んでて。のんちゃん置いてっていい？うん。うん。じゃあ、ガールズトークしてて。ガールズトーク？ガールズトーク？あ、いや、まあ、なんでもない、こうや。気にしなくていいよ。あ、のんちゃんに何飲むか聞いてきて。のんちゃんさん、何飲むか。大丈夫。お疲れー。よいしょ。おやすみなさい。いや、運転をお願いしたの。のんちゃんには。はい、わかつ。ロハコさんのこと全然知らないんだよね。知らないですね。あの人、ニコ生で超有名な人だから、はい、仲良くしといた方がいいよ。はい。うん。こうや、なんか、新やっちょに髪の毛変えてもらったんだって。新やっちょヘアです。うん、まあ、垢抜けたよな。アメリカ人に髪切ってもらって、深夜中に髪の色変えてもらったんだ。はい。うん。別に気にしなくていいんだけど、ちょっとした質問していい？はい。セックスの経験はある？あります。あるの？童貞ではないのね。童貞じゃないですね。うん、ちなみに、男の人とセックスしたことは？は、まあ、ない、ね。ない、ない。うん、わかった。はい。はい。はい。じゃあ、あれだね。女の人が好きなんだね。はい、完全に女の子大好き。あ、そうなんだ。はい。うん。オッケーオッケー。ロハコさんがヨーグルト。
ラコさんがヨーグルトドリンクか。え、童貞卒業したのいくつなの？今年ですね。そうなんだ。はい。今年です。最近なの？最近です。最近なの？童貞捨ての。はい。いつなの？いくつの時？今年の、まあ、21の、うん、まあ、1月ですね。あ、もう、ほやほやなんだ。はい。なに、どんな女の子とやったの？リスナーさんですね。あ、そう。かわいいの、その子。はい。おいや、でも、もう、別れたんですけど。もう別れたんだ。はい。そっか。はい。なんで別れたの？いや、なんか配信を、やっぱ、付き合うと配信しないでとか言われてきて、はいはいはい、配信ができなくなっちゃったんですよ。はい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 。はいはい。いや、あるあるだね。あるあるですよね。うん。本当は僕12月から頑張ってたんですね、徐々に毎日で。うん。でも、そこで2週間だけ毎日やってたら、そこで、付き合おうってなって、うん。付き合ったら付き合ったで、もう配信しないでって言われちゃって。あ、うぜえな。はい、そこで配信1回途絶えちゃって。うんうんうん。はい。それで2人で連絡取って、はい、会うことになって。なるほど。はい、そこで、まあ、セックスした感じですね。こうや、セックスは好きなの？セックスはまあ好きですね。あ、セックス好きなんだ。セックスは好きです。あ、よかったわ、うん、はい。ただ なんか嬉しいわ、セックス好きっていう言葉を聞けて嬉しいわ俺。セックスは好きですけど、うん、その後のうん、がめんどくさいんですよ。ああ、そうなんだ。あ、セックスした後ちょっとだるくなるっていうか、あの関係が、うん、はい、うん、なんか、ああ、なんかね、もう俺の彼女になったんでしょみたいな。ああ、はいはいはい。なんか放送とかで他の女の子と関わんないでとか言われるのはすごいめんどくさい、うん、あ、女はね、めんどくさいよね。はい。あ、じゃあ今日よかったわ。セックス好きだしね、女はめんどくさいし。そうです。女はめんどくさい。めんどくさいよね。本当に。わかるわかる。もう僕は、うん、ソープランドだけでいいかなって思ってます。うん、じゃあ、フェラは好きなの？フェラは、うん、フェラ。フェラ、フェラはまだされたことない。フェラ。フェラって知らない？フェラって何ですか？口で。フェラをされるのはありますが。うん、じゃあ、フェラと本番どっちが好き？本番ですよ。本番の方が好き。もちろん。フェラ嫌いなの？じゃあ。フェラ抜きは、うん、自分がされる方ですよね。そうそうそう。あ、それ、6000円払えば。じゃあ、フェラが好きかどうか、嫌いかどうか。好きです。好きか、よかった。フェラが好き、セックスが好き、でも、女はめんどくさい。ああ、もう完璧だわ。じゃこざになるんで。だよね。泥沼の関係になってしまうので。病むので。そうだ、ね、精神的に。わかるわかる、大丈夫、俺に任せて、はい、全部ありがとうございます、うん、こうやニコ生あんま知らないんだもんね。はい、あんまわかんないです、うん、ツイキャスはよく見てたの？ツイキャスも本当に金梅さんだけみたいな感じです。おー、うん、はい。じゃあ配信会のことよくわかんねえんだ。はい。ああ、よかった。全然知らないです、うん、これからだよ。よかったよかった。いいこといっぱいあるから、配信やってると。はい、うん、頑張れよ。はい、応援してるから。ありがとうございます。うん、もうパーフェクトだわ、こうや。こうや好きになったわ。こうやのこと誤解してたわ俺。こうや大好き。こうや、ジュースおごってあげる。マジですか？うん、酒でいいっす。いいよ、酒でもいいよ。今夜酒飲もう。今日は俺がおごるよ。酒大好きなんだ。今夜おごるおごる。和子さん、ヨーグルトが飲みたいって言ってたよ。白い液体が好きだから。ヨーグルト買ってあげよう。今夜好きな酒、もう何本でもいいよ。もう何本でもいいよ。好きなだけ飲め。今夜は今日は好きなだけ飲んでいいよ。ねえ、今日はいいよね、みんな。好きなだけ飲ましてあげよう。いいよ。あそこのカゴ。いいよ、いいよ。バンバン、もっと買え、もっと買え。飲めるだけ全部買え。
俺が全部出してやる。これレッドブルな。今日はいいよ。俺コウヤ大好きになったから。俺レッドブル。好きなだけ買え、コウヤ。何、何本ぐらい足りんの？これ足りんの？足ります。足りる？はい。つまみは？つまみ。つまみも必要だ。え？腹減ってる。あ、いいよ。弁当とかも買ってやるよ。いいよ。パンとか何でも好きなもんかい。今日ぐらいいいよな。好きなの、もうつまみでも何でも好きなの買いな。これ、2個でいいですか？いいよいいよ。2個でも、もう100個でも何でもいいよ。もう今日は全部出すよ。甘いもの。ありがたいっす。リスナーさんもね、花火くれるから大丈夫だよ、今日は。今日はみんな花火頼むよ。あ、大丈夫よ、それで。つまみとかいいの？大丈夫です。うん、じゃあ。やった。お願いします。やった。花火お願いします、皆さん。はい。あ、大丈夫です。はい。声はもっともらえる。うん、はい。いいよ。どんどん飲めよ、今日は。花酒だ。うん。飲もう飲もう。飲みました。みんなアイテムお願いします。アイテムありがとう、イレブンさん。今日面白い配信作ってやるよ。花火くれ、花火。花火くれたら神回起こしてやるよ、俺が。俺が神回起こしてやるよ。荒野に配信会の厳しさ教えてやるよ。花火くれ。花火くれよ。見てえだろ。こいつをとことんやってやるよ。よろしくお願いします、花火。この生意気なクソガキには。花火お願いします。アイテムありがとう。今日は楽しくなるよ、みんな。な、こうや、盛り上げような。はい、楽しみましょう。こんな、もうおごってもらっちゃって。うん、こうやな。楽しもうな。ありがとうございます。うん。こうやと、ロハコさんと一緒に盛り上げような。花酒だ。うん。盛り上げよう。うん。あ、タイトル見てください。タイトル見てください。お前だけど酔っ払ってもロハコさんに突っかかったりすんなよ。しませんよ。うん。ロハコさん礼儀正しい人が好きだから。はい。あと甘えん坊が好きだから。はい。うん。酔っ払ったら甘えん坊になります。そうだね。甘える感じでいこう、今日は。はい。うん。可愛がりタイプだから。花火ありがとう。花火ありがとう。
Thank you。 さあ今日の目標46発いくかな。46発頼むよみんな。今日はね、荒野と一緒に盛り上げるから、ロアコさんと今日荒野で、頼むよみんな、花火応援してよ。神会見たい人手挙げて、神会見たい人手挙げて、みんな見たいでしょ。俺が教えてあげるよ、神会の作り方。見たいでしょ、任せて。みんな見たいって、神会が見せます、で雑談で見せてあげるよ、みんな荒野のこと大好きだから。本当ですか。みんな荒野のこと大好きだよねえ、みんな大好きだよね、荒野のこと。本当ですか。みんな大好きだよ、荒野のこと。嫌われてるのかと。違うよ、みんな大好きだよ。今日の荒野に期待してるんだよ、今日お前は生まれ変わるんだよ、ねえみんな、ねえみんな、好きだよ、ありがとう、好きだよ、ありがとう。和道さん好き、ありがとう。フォローして。フォローしてね。アイテムありがとう。お前配信見なくていいよ。はい。めんどくさいから。ただいま。お邪魔します。よいしょ。ファミマ。ファミマ、ファミマ。ファミマだって。こちら買ってきました。はい。ロハコさん。それでよろしい。ロハコさんヨーグルト大好きだから。はい、ロハコさん白い液体大好きだよね。別の意味でね。その意味で。暑い。どうしたの今日、ロコさん。寂しかったの。薬飲んでラリーってたの。あ、これ俺。いらんのか。うん。じゃあ、乾杯しようか。はい、乾杯。乾杯。KP。KP。KP。みんな KP。KP。またレディーストークしてたから、ここで。何話したの？ちょっとあんまり言えないんで、言えないですよね。オフレコで。オフレコなの？そう。レディーストーク？どんな話してたの？いや、あの今日の和道さんのネタの話。そうです。今日電話かかってきてみたいな。和道さんのファンが多いから困ってるっていう話とか、相談してた。俺の、あ、女性のね、
眠いわ。いや、目覚めた。よかったよかった。疲れてたんだね。守護霊とかあんまりいないんですか？いるけど本人が活発的なんで、うん、守護霊はおとなしい。あ、そうなんだ。活発なんですよ。活発な性格なんだ。うん、なんかおとなしいっぽい見える感じ。いやいや、活発。あ、活発なんだ。うん、で、霊を信じてないの？僕はですか、うん、本当ですか、うん、僕スピリチュアル系とか好きですよ、うん、スピリチュアル系好きでも、はい、実物見ないとっていうのはあでしょ。うーん、いやでも信じてますね。見えに見えないものがあるというものはよくあります、うん、あることですからね、うん、だから守護霊はついてるけど、はい、おとなしい。おとなしいんですか？女の人？荒野の守護霊は、うん、両方。へえ。男と女がいるの？うん、へえ。若い感じが。うん。若くはないけど、うん、60代ぐらい。いいね、髪の毛のやつで。ですよね。やっちょヘア、やっちょヘア。シャツもいい。やっちょ、やっちょの服です。そうなんだ。あ、すごい。やっちょさんにもらいました。おお、すごい、レアな。あ、新やつでもらったの？それ。はい。おしゃれだね。さすがやっちょ。ドンキで買ったって言ってましたね。すごいおしゃれですよね。ね、やっちょおしゃれだからね。うん、うん、ね、でも部屋すごい綺麗になってるよ、うん、ほらあの壁紙もね、なんかあそこシミのところなくなってるし、すごい綺麗になってる。床があるもん。可愛くなった、うん、部屋がね、部屋可愛くなったよね。女の子にやってもらったんだって、勝たしてもらった。すごい汚かったの。はい、うん、その女の子とは喧嘩しちゃったけどね。嘘、なんで、うん、もう不活。喧嘩しちゃったんだ。もう会話することないだろうなっていうぐらいやっちゃった。ねえ、なんで喧嘩しちゃったの？何の件で？僕が人からお金借りてたことを暴露した。そうだ。ああ、その子が、うん、その子がじゃないけど他の人が暴露して、はいはい、それに乗っかった。それは嫌だよね。やめてよっていう感じか。うん。うん。で、あっちの言うことは全部正しい正しい、ロハコが間違ってるって。ああ、それは嫌だよね。それを嫌だったんで。それは嫌だわ。うん。うん、ごめんね、ちょっと遅くなって。荒野拾ってたから。うん、うん。ちょっと待ち合わせでさ、遅くなっちゃう。その間、ラリってた。ラリってたの？お薬飲んで、気持ちよくなってた。うん。ラリってたんすか？廊下さん、今日性欲ある？大丈夫？なんで？彼が性欲あるか。ああ、そっかそっか、うん。うん。性欲ある方向や。はい。ああ、じゃあ、今日も女の子と泊まろうと思って。そうだよ、お前。俺が電話したら、お前、女いたじゃねえかよ、ホテルに。ふざけんなよ、お前。早えよ、まだ。10年早えよ。まあ、無理やり連れ去らってきたんだけど。タコらせねえよ、つって、ちょっとさらってきたわ。うん。なんか今日やりたかったの、そのこと。まあ、あわよくば。あわよくば。ワンチャン、ワンチャン。ワンチャン。やらせねえよ、させねえよ。な、配信始めて数ヶ月のやつに。オフパコとか早えよな。うん。ロアコさん若い人が好きなんだっけ？うん、そうだね。ワンタロウとか。ワンタロウいくつだったっけ？ん？ワンタロウいくつだったっけ？あ、ワンタロウくんよかったね。24ぐらい。24？ お前いくつだっけ？
21です。おお、プリプリだよ。ピチ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 だよ。ワントロのノリが良かったからね。ノリが良かった。楽しかった、ワントロ。コラボは。楽しくない。そうやね。コラボは楽しかった。ワントロ。楽しかった。うん、今日、荒野とコラボよろしくね。うん。うん。ラリって言うけど。うん。何、心霊スポット行かないことにしたの？今日は、ちょっと荒野を紹介したくて。うん。ロハコさんに。うん。うん、なんか、今日泊まるね、なんか彼もうほぼホームレス状態だから、うん、うん、ちょっと一泊今日泊めてあげくれないかなって、うん、いい？いいよ。いい？レスポン。やったじゃん、荒野。やったじゃん。ありがとうございます。荒野泊めてもらえるって今日、ロハコさんの家に。うん。宿なしなんでしょ、今。宿、ほぼ宿なしですね。埼玉だっけ、実家。はい、でも行こうと思っても終電になっちゃうんですよ。あ、帰ろうと思って。最近ね。はい、うん、まあ、とりあえず歌舞伎町でうろうろしているって感じですね。なるほど、うん、よかったな。はい、すげえいい人だから、ロハコさん。もう親友だから俺も。うん、放送上で言わないけど、あの企画結構良さそうだよね。やってみよう、あれ、うん。うん。ちょっと今企画考えてるの、二人で。そうなんですか。そう。放送で出せるかどうか、ちょっとまだ未公開だね。うん。うん、ちょっとそれ練り合わせていこうよ。だから動画を撮って、後で公開だよ、ね。だね。だね。うん、おー、ゆきさん、ありがとう。花火ありがとう。みんな花火よろしく。今日は神会だよ。うん。うん、今日は神会だよ。よろしく。ありがとう、花火。うん、あれでしょ、ニコ生全然見たことないでしょ、荒野。あんまり。もう。はい。なんか知ってることある？誰が知ってるとか。野田ゾーリ。野田ゾーリ。野ゾーリ、だってね、ロアコさん仲いいもんね。うん、沼。あ、まあわかんないか。まあいいや。野田ゾーリ。野田沢りぐらいですかね。みどりさんとかさ、横山みどり。横山みどり。ねるさんとかは知ってます。ねる。あと誰いる？ぴょこたん？黄色？鈴宮春日さんも知ってます。あ、でも、セクシングはだってこっちやってんの、ふわっち。ああ。うん。あんまりよくわかってないみたいね、ニコ生のことは。うん。最初がふわっち？だから初めてだって。キャス？ガチで始めたのは、ワッチですね。うん、他のまあぼちぼち過去にはやってましたけど、まあ今夜飲めよ、飲みながら行こうぜ。はい、うん、柏木って知ってる？わかんない、わかんない、わかんないって、まあ無名の、ね、うん、うん、まあまあ飲んで飲んで、うん、リアルタイムだよ、今。うん。荒野童貞してたばっかりなんでしょ、今年。はい。あ、おめでとうございます。おめでとうございます、本当に。ありがとうございます。うん。配信始めてリスナーさんとパコったのが初めてなんだって。へぇー。21歳で初めてパコったんだって。あ、おめでとうございます。なんか、うん、成人式ですね、本当の。うん。そうですね。何、最初のセックスはどんな感じだったの？いや、どうやって入れていいかわかんなくて。どこの穴に、まあ、穴どこでしょうか。まず届かなかったですね。おー、はい、どう、姿勢的に。体位がわかんなかった。体位がわかんなくて。おー、うん、おー、ウブだね。え、相手は初めてじゃなくて、相手は違うと思います。もうプロな人。ロカさん寝てるの？うん、眠いの。目は眠い。うん、僕はオーラ見えるんですけど、ロハコさんとか見えますか？うん、僕何色ですか？あんまり良くない。良くないの？いや、何、どんな感じだ？ネズミ色が入ってる。ネズミ色。
荒野のオーラネズミ色。メラメラとオレンジ色が出てるんだけど、うん、ネズミ色が入ってる。ネズミ色が入ってる。ネズミ色。ああ、なるほど。なるほど。荒野のオーラネズミ色はちょっと面白いな。ネズミ色だったら何かあるんですか？うん、不吉なことが起きる。不吉なことが起きるの？え、それは近日中に荒野にとって、うん、近いうちに起こるの？1ヶ月以内。1ヶ月以内に荒野に不幸が起こるって。早い。何？どれくらいの不幸が起こるの？トラウマレベル？死なないけど。死なないけど、うん、うん。トラウマになるレベルのことが起こるんだ。うんうん、1ヶ月以内に荒野は死にはしないけど、トラウマレベル、もうなんか、すごい心が傷つくようなこと起こるんだって。やっぱ新宿とかいたらね、危ないから。危ないから気をつけろよ、お前。もうすでに危なかったんだよね。はい、てか、ぶん殴られてるんでしょ、歌舞伎町で。そうですよ。うん。はい、うん、こや酒好きなの？お前よく飲んでるよな。飲みますよ、酒好きなんで。おー、すごい。こや酒大好きなんだって。大人の味を。いや、なんか太るんで。ハイボール渋いよね。だってこれ 7% でしょ。これ 7% だよ。核ハイボール 7% って結構強いよね、これ。アル中だよな。金がないんで飲めなかったです今日は。ああ、よかったです。今日昨日は。うん。うん。僕のことどう思いますか？今後配信者として伸びるかどうかどう思う？言っていいの？いいよ。いいの？いいよ。そんなに伸びない。ああ、そんなに伸びないって。うん、和子さんの声聞こえてる？みんな。だから、ドカーンと一発やれば別だけどね。ああ、ドカーンと一発やったら伸びる可能性がある。うん、だから、僕らが計画してるやつに引きずり込んで、3人で行くっていうのは、ありだね。ありかもしれないけど、交通費がかかるから。そうだね。うん、まあそれ荒野に聞いてみるよ、タイミングで終わ、うん、あの捨て頃終わったら、うんうん、荒野もコラボ誘うかもしれないわ。お願いします、うん、花火ありがとう、ありがとう、ありがとう。でも僕は一回ドカンとはやってますけどね、うん、いやそんな生半可なドカンじゃないんでね、うん、はい、まあそうですね、うん、でね、和道さん、うん、お金が腐ってんだってそれはまあ今度話そう、打ち合わせの時に、うんうん、お金の話は今度話そう、うん、和子さん、うん、今放送中だから、うん、うん、うちの女の子ケージカジンの大好きで、ねえ、すごい可愛い、でっかいんだね、思ってたより、うん、出れると思ってる、うん、うん、うん、出たら大変なこと。顔的に何点の荒野は70点。おお、まあまあまあ7か、まあね、まだ若いからね、年取ってたらあれだけど、ね、あと2年ぐらいでちょうどいい脂が乗って、脂が乗ってきてね、うん、なるほど、あと2年で配信者として。どこ生まれ？静岡県です。静岡県、はい。何市？御殿場市。御殿場市。はい。御殿場に行ったことある。あ、そうなの？そうなんですか。細かど。細かど、うん。まあまあよかった。70点取れたから。うん。和道さんだけだって最近7、80点取ってんだよ。あ、俺も。荒野よりも点数高いの俺今。そうね、脂乗ってるし。あ、うん、あ、毛深いを逃せば。あ、そうだね、俺毛深いから、うん、
意外と高かったな。80点あるんだ。うん、やめてよ、ハコさん。え、だから、渡さないよ。あ、大丈夫。のんたんのもので。フォローよろしくお願いします。アイテムお願いします。今度ここで始まっちゃう。フォローとアイテムお願いします。お願いします。うん。うん。ハコさん返してって。玄関で。もうここでさあ、うん、あの和道さんがとろけちゃってるよね、うん、いやここでいいんだよなんで言うんだよここでするとか言い始めて、うん、和道さんはちゃんと坂のところに戻るから大丈夫だよ、うん、お缶ビールありがとう特命さんアイテムありがとう、うんこうやに可愛がられるな、なんだろうな、大手に可愛がられるよな、うん、有名配信者みんなこうやこうやって言ってるもんね今ね、なんなんだろう、どんどん飲めこうや、はい、うん、すごいな、新野鳥のシャツなんだよ、はい、あ、フォローありがとうね、フォローありがとう、うん、ふわっちやんないの、ロアコさんは。うん、さっきちょっと開けてみたけど、うん、あ、やったんだ、試しに、うん、やったら俺リツイートしたりとか応援するからさ、うん、うん、ね、どんどん盛り上げてこうよ一緒に、うん、ふわっちも楽しいよ、リスナーさんと時間が絡まないように、ああそうだね、リスナーさん、う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 ん、そうそう、新野鳥ヘア、あれ新野鳥本物かなこれ、新野鳥ヘアでかっこよくなって新野鳥の服もらったんでしょ、はい、よかったじゃん、よかったです、うん、風呂入った、入りましたよ、うん、風呂入ってるって、うんうん、よかった、ズル向け、ズル向け、うん、火星です、火星、火星方形ですね。浦子さん結構下ネタ好きなんだから、あんまり時間止まらなくていいよ。下ネタ大好きなんだ、はいはいはい、うん、びっくりしたと思うけど、うん、あの下ネタトーク大好きな人が、そう、あの、うん、一番気になるところなんで、はい、あのそこはしっかり聞いとかない。こうや下ネタ好き？好きです、ね、ああよかったよかった、うん、よかった、面白いですね、およかったよかった、うん、下ネタ好きだったか、日本の人はそういう人多い、うん、うん、日本人のほとんどが火星だからね、うん、そうですよね、うん、なんか外国だと赤ちゃんのうちに切っちゃうみたいな、あの、うん、ユダヤ人とかは割礼って言ってバーンと落とす儀式があるし、うん、アメリカ人とか切っちゃうんだよ、うん、うん、実はね、俺切ってるんだよ。え？切ってて火星の。え？切っててさらに小さくなった。切られたことによって多分小さくなっちゃった。間違ったとこ。間違っちゃったと切っちゃったんだ。うん。奥の方まで切っちゃった。旅はね、今捨て頃で再開待ち。まだ、いや、再開しない。うん、捨て頃があるから帰ってきた。ワトンさんは誰と戦うとかもう決まってる？決まってるよ、俺、テレチャンピン。青山ふわっちの配信者だよ、うん、頑張りますってころ、ロハコさんにセコンドお願いしてるんで、僕のセコンドはロハコさんです、今ラリってけどね、え、今ラリってけどね、ラリってる、それもう抜けないの今日、ドライブ連れてってくれれば抜けるよ、ドライブ、ドライブよりも荒野と二人きり楽しんでもらいたいな、コラボ、うん、うん、ドライブの方がいい、ドライブ連れてってくれと目が覚める、ドライブ行く、うん、みんなドライブ行く、みんなはドライブと荒野とロアコさんのコラボどっちが見たい、ちょっと待って聞いてみるね、リスナーさんに、うん、ドライブと荒野と二人っきりのコラボどっち、
書いて。みんなコラボが見たいってよ。こうやと。ロアカさんの絡み珍しいから。うん。やっぱコラボだって。ロアカさん久しぶりだもんね。そう。俺はでもほら、この前心霊の図鑑行ってるから。うん。俺は、まあでもみんながみんな久しぶりなのかもね、ロアカさん。うん。全員コラボが見たいって。うん。前の動画だったからね。そうだね。うん。朝方リアルタイムでできたんだけど、全員コラボなんだ。うん。うん、あそこのラブホもう一回行ってみたいんだけど。ラブホどこの？あそこだって超遠いじゃん。うん、あそこは遠すぎるよ。そこ電波あった？いや、ラブホ電波なかった。動画しかない。動画しかない。うん。うん。うん。元気だよ。うん。それはどこにあるの？静岡の奥の方、うん、怖いからな、でもあそこの超怖いよ、超怖かったよね。あそこレイ・ウザルでいたんでしょ、猫感すごかったよね。あった、猫感怖かった、うん、あ寒くなった今、大丈夫、のほら、予言してたじゃん。なんか、そう、彼女がデブでブス、なんかジャイコって、俺の。予言もできるんでしょ、うん、あ、のんちゃんの守護霊見てよ。見たよ。何？どんな感じなの？うなだれてる。うなだれてるの？しょぼーん。しょぼーんとしてる。男の人？女の人。へぇ、一人なんですか？今は一人、普通に二人いるんだけど、家にいる帰ってきたらもう一人は来る、出かけるときは一人だけついてくる、で、左側にいる子ね、あ、おばあちゃんかもしれないね、おばあ、そんな年じゃない、じゃあお母さんかな、70ぐらいかな、あ、じゃあお母さんかな、お母さんだった、で、別、なんていうのかな、何かを歌いかけたいような感じ、お母さんが亡くなってるからやっぱお母さんかもしれない、年齢的にも、あんたしっかりしなさいよみたいな、なあ発音だよ、おや飲みが足んねえって言われてるよみんな、飲み足んないですか、うん、よく飲めるね、すごい、強いんだね、久しぶりだからな、久しぶりってお前毎日飲んでるだろ、まあ確かに、本当だ、俺強いよね、21なのね、うん、あ、ビールありがとう。ロアカさん、僕どうやったら大手になります、どうやったら大手になれる、ロアカさんみたいな、それは難しいな、ロアカさんみたいな大手になりたいです、うん、僕はニコ生系大手だからな、はい、うん、いいですね、頑張ります、憧れです、僕と FC2 やれば一気にレベルアップするぞ。本当ですか、FC2 って、 FC2 って配信サイト知ってる？知ってますよ、僕やったことあります、ね、あるんだ、おー、じゃあ FC2 ロホさんと次枠行く？ FC2、 うん、いきなりまたワンタロメてくれ、じゃあ花火上がったらちょっとロハコさんの FC2 にバトンタッチしようかな、大手になりたいんだってね、僕はとどそんな行かないですよね。じゃあ花火上がったらちょっとバトンタッチしようかな、俺。頑張る。頑張るね。ねえ。花火上げてみんな。どんな頑張りかを知らないうちに頑張るっていうのは良くないと思います。うん、ねえ、はい。全然バトンタッチするよ、俺。ワン太郎でさえやめたぐらいなんだからね。ワン太郎は何や、花火お願いします、花火。約束しといて、はい、いざじゃあそれをやろうとしたら、やめて冷めてまでちょっと疲れて
全然あの人大手じゃないじゃないですか。だからあいつはヘタレだったから。閲覧トワッチでそんな100人もいかないような。だってあいつロホコさんとコラボしたい。アクティブ3000だったよね。アクティブだよ。だで同時閲覧2万とかだった。同時閲覧じゃなくて累計2万人、はい、アクティブ3000ってことだよ。うわー、バケ。それで、あいつ、フォロワー全然つかなかったの。全然大手になれるよね、みんな。全然、ね、ロアコさんと絡んだら大手になれるよね。なあ。ありがとうございます。ロアコさん。ロアコさんに可愛がってもらえ？可愛がって。可愛がりたいけどね。うん。のんちゃんの好きな彼氏も気になるよね。俺が気になるの？それはちょっと困りますね。困る。なんか俺のこと狙ってきてるんだけど、うん、油乗ってきて、最近、うん、最近ちょっとシュッとしてね、うん、FC2 無料でしょ、やるとしたら。無料だって。アイテムありがとう。最近ちょっとかっこよくなってきたもんだから調子乗ってるっちゅう。卵取ってもらっていいですか。うん、なんか今日ロハコさんが俺にアピってきてる。花火ありがとう。花火ありがとう。今花火上がった？ここで花火見てなかったな。花火上がった。おー、ありがとう敬語。花火ありがとう。花火ありがとう。どんどんくれ。目標花火まで遠いからさ、頼むよみんな。今日頑張るよ俺。無料でやってもらうから、みんな頼むよ。応援して。アイテムちょうだい。今日の目標花火43発終わったら、引き継ぐよ。ロハコさんと、荒野に。約束するよ。それは何て言うか、僕っぽい。ピースです。ピースってんだ。ピースライトですね。おお、渋いな。43発終わったら FC2 配信やるって、うん、お願いします。うん、僕の枠も開かせてもらえないですか。いいよ、全然いいよね。荒野は枠開いていいよね。あ、俺稼がないといけないから。稼いだら帰るわ。はい。うん。43発終わったら俺帰るから。うん。今日のノルマ終わったら。うん。今日の、あ、全部俺がツイッターで教えるよ。うん。俺のツイッターフォローしといて。ツイッターで告知出すから。荒野の枠と、ロアコさんの枠出すよ。43発上がったら俺は帰るから。あ、そうだ。今日の宿決まったんだ。あ、よかった。決まりました。よかった。ジュゴンじゃないよ。ロハコさんだよ。マーメイド。ロハコさん、そうだ、ステッカー見せてよ。なんかステッカー作ったって言ってたじゃん。うん。うん、宣伝させて。いくらで売ってんの？500円。500円だ。安いね。小さかったんだ。小さいステッカー。あ、小さいね。かわいい。かわいいじゃん。え、何枚作ったの？50枚。少な50枚しか作んなかったの？まず試し撮りなんです。ああ、そうなんだ、うん、すげえな。かわいいな。ロハコステッカー500円です。皆さん、あ、かわいい。500円あるかな。500円でロハコステッカー販売中です。皆さんぜひ買ってください。500円、買いたい。僕もロハコステッカー500円だって。あ、500円ない。500円ある。いいよ、出して。ちょっと待って、ロハコさん、はい、ありがとう。ああ。こうや、拾ってあげて。欲しい。うん、超レアだ。うん、次はこの人が。生贄配信とかよくわかんないですけど、僕は43発花火終わったら、43発終わったら僕は帰ります。で、FC2 でロハコさん放送始めて、こうやはふわっちで放送始めます。はい、僕は花火上がったら帰ります。今日のノルマ。やったー！ありがとうございます。あー、かわいい！これはかわいい。和道さんには1枚あげます。あ、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。のんちゃん持ってれば、俺共有できるからさ。僕
くり欲しいですよ、うん、500円ください。500円ないんだよ。お金ないの？お金ないの。宿代がない。1000円しかなくて使えない。お金、うん、1円も助けて、うん、いや減らしてこ、みんなで減らそう。助けて、みんなで減らしてこ。だから企画やろうよ。企画、うん、やる、うん、企画は捨て頃の後。43発来なかったら知らない。俺は帰る。もう枠閉じて帰る。11頃セッティングしない。わ、うん、かりました。うん、やりましょう、うん、マコさん。そしたらもう俺は放送分だけで帰るから。うん、これね、丸いシールなの。あっ、ね、いいなぁ、かわいい。あ、ほんとだ、丸だね、かわいいね。第1号だったんで、うん、大きさが分かんなくて、うん、とりあえず3センチ角でした。おお、いいじゃん、いいじゃん。そしたら、うん、出来上がってみたら意外と小さかった。おお、ので次は5センチ角かなって思ってる、うん、はい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 、うん、もうちょっとでかくてもいいよね。ビックリマンシールぐらいのね、うん、これくらいの大きさでね、うんうん、潰れちゃったみたいですけど、うん、大丈夫大丈夫大丈夫。アルコールは飲んだほうが落さないわ、うんうんうん、じゃあこっからは花火43発上がったら画像をつけます。音声でお楽しみください。音声でお楽しみください。楽しもう放送。楽しもう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 。飲もう。こうや。飲もう飲もう。飲もう。飲もう飲もう。でも、ロハコさんのさっきの曲いいよね。やろうね。あれは。あれはいい。たださ、俺がさ、試合で殴られちゃったら、うん、あの、ダメージが残る可能性があるじゃん。うん、次の日とかだと。うん、だから、5日ぐらい開けたいのね。うん。それでお願い。うん。うん。うん、バスのチケット取っといていい？いや、まだ取らなくていいでしょ。大丈夫だよ。うん、このシーズン別にない、あの、空いてるから、バスは。だから大丈夫だよ、予約しなくて。バス？うん、なんだろう。うん。あ、高速バスで行く。企画なの。へぇー。うん、結構盛り上がるよ。別にノンタン連れてってもいいけど、うんうん、怖いやつだったらでもね、怖くない、うんうんうん、で、生放送なしだから、うん、生放送あるとちょっとやばいことになる、うん、だから録画向きっていうか YouTube 向きの企画だよね、どちらかっていうと。うん、うん、詳しく撮ってくれば撮るほど YouTube は、YouTube の人は盛り上がるよね、見るよね、うん、へー、うん、YouTube にすでに載ってるんだけど、うん、それは全部で15分に縮小してあるんだよ。それフレームがすごいからカメラつけるわ。40分なり1時間なりの動画にできたら最高だよ、うん、最高だよね、最高。コマーシャル4本ぐらい入れてさ、コマーシャル4本じゃなくてもいいよ、バンバン入れたら8本ぐらいいいよ、全然、うん、そうそう、8本ぐらいでもいい、うんうんうん、全然ありだよ。声熱くない？上脱げば、とりあえず上脱ぐ？うん、ちょっと熱いでしょ。上脱ぐか、うん、熱いな、うん、風邪ひかない？風邪ひかない、大丈夫、若いから。ないよ、うんうん、いい、脱いで、うん、いいよ、いいよ、うん、体重何センチ？54ぐらい。細い。54、うん、身長は163。ああ、じゃあ63なんだ。
163だと73キロぐらい欲しいかな、僕的には。そうなんすか。身長に対しての体重。ああ、結構がっちりしてる方が好き。うん、そうだね、がっちり系が好き。上脱ぐ、あ、細い、うん、あ、でも綺麗だ、綺麗だね。うん、うんうん、ピチピチだ。うん、よだれ出てる。ジュルジュルジュルとか言って。うん、うん、もこさん、うん、面白い方と出会えてよかったです。うん、今日出会えてよかった。はい、うん、それよかった、ありがとうございます。あ、初見さんいらっしゃい、倒すんでってください。うん、僕のネズミも、ネズミ、いや、YouTube、あの、ふわっちゃんない、それは。いや、あるよ。ネズミのほうは消してください、うん。お願いします。消してくださいって、やとかやって消えるものではないんでね。はい。どうすればいいですか。そうね。はい。マイナスのオーラをどんどん消していかなければいけないんだよね。マイナスのオーラ、うん、負のオーラを抱えすぎている、うん、はい、うん、うん、ネズミ色のオーラ。ネズミ色のオーラって、すげえ、だぜ。黒のオーラを持ってる人もいるんだけど、うん、黒のオーラを持ってる人は必ず自殺するの。へえ。いやー、それの一歩手前みたいな感じですか。うん、ちょっと手前だよね。怖っ。自殺寸前なんだ。でも死ぬことはないんでしょ、今のところ。トラウマになるだけでしょ。うん、そうだね。じゃあ大丈夫。10年ぐらい引きずる。ネズミ、なんか漫画でさ、お前のオーラの色はネズミ色だって言われたら、ちょっと笑うよね。ネズミかよって。うん、まあ灰色って言ってもいいんだけど、灰色よりは黒いの。ちょっとじゃあやばくないですか、うん、それ。やばいね、うん。まあ通常持ってるオーラの色からすればやばい色なんだけど、うん、死の色は黒だから、それから考えればまあ救われてるかなって感じ。はい、うん。俺のオーラは何色なの？あー、何色っていうか、うん、6色ぐらいあるよね。6色、うん、そんなにオーラあんの？6？ レインボーみたいな。レインボーみたいになってる。黄色でしょ、うん、オレンジでしょ、オレンジで、水色に青、水色青、うん、すげえな。で、ネズミ色も持ってて。ネズミ色持ってて、うん、俺あんの？ワドさんもネズミ色、うん、あるんだ、みんなネズミ色。黒持ってる。死ぬじゃん。ちょっと待って、俺死ぬじゃん、それ。やばいじゃん。黒。やば。でも、オレンジと赤を持ってるので、うん、黒を消すことが可能。おー。ぐちゃぐちゃだな。私は何色ですか？私、4色ぐらい持ってますね。水色と青と黄色と赤を持ってます。僕だけ少ないんですね。お前、ネズミ色1色？ネズミ色とオレンジだけですか？2つ。いや、4色、5色持ってるよ。本当ですか？うん、強い色がネズミ色ってことでしょ、でっかい。そうだね、うん、はい、一番自分に効力あるのはネズミ色、うん、または青、うん、ということになるよね、うん、消してください。お願いします。こうやって触って消えるならとっくに消してる。43発花火上がったら僕に任せてください。私が一番強いのは何だ。期待は裏切らないです。同じ感じだ。なんていうのかな、やる気、うん、僕に任せてください。やる気スイッチみたいのがオレンジ。あ、うん、あ、わかる気がする、うん。
僕は約束を守る男っすか。やる気を起こして、いや任せて、クレームには起こさせないから俺は。ことに対して定着して、俺は期待に応えるから。オレンジから赤になる。ああ、うん、任せて、うん、任せて。どうすればいいですか。どうすれば。怖いですよ。え、怖いです。しくじらない、絶対しくじらない。15年ぐらいは生きてるから大丈夫。ああ、任せて。花火43発上がったらの話だよ。俺は絶対やる男だよ。たった15年生きてるんだから大丈夫だって。助けてください。俺はやる男だよ。うん、助けて。うん、僕こそ助けて。絶対俺はだから、金が発生したら、ビジネスが発生したら俺は遂行する男だから。俺はプロ配信者だから、うん、だから大丈夫だよ、任せろ。え、ワトさん今 LINE 見れんの？ LINE 見れるよ。見れんの、うん、じゃあ LINE に LINE 送って。うん、うん、酒癖悪いんだよ、こうや。酒癖悪いですよね、僕。悪すぎ、お前ちょっと生意気すぎだから。そうです、ね、そう。もっと甘えた方がいい。あ、もっと可愛がられるキャラにならないとダメ。はい。うん。酒癖悪くて本当に迷惑かけてきました、うん。ごめんなさい。うん。もっと可愛がられた方がいいよ。酒、別にね、酒飲んでる。うん。え？どういうこと？ごめんなさい。どういうこと？酒癖悪くてごめんなさい。酒癖悪いんすよ、僕。ごめん、途中で飛ばしちゃった。うん、今日お腹空いてて飲んだから周りが早いのかな。一人だよ。うん、一人このぐらいあるんだって。うん、うん、じゃあ行くしかないべっていう。なるほど。うん、うん、うん、うん。こうや、飲みが足んないって、みんな。いや、飲みすぎた飲みすぎたで収集がつかなくなる。ああ、そっか、自制してんだ。ゆっくりでいいよ。じゃ、はい、自制してます。うん、うん、結構筋肉ある。あ、あります。アイテムお願いします。皆さんアイテムお願いします。ホスト1匹だった。応援よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。のんのんたん、この若いからだ。ピチピチでいいですよ ね、 ね。どう、いい、ほら、うん、サラサラ、うん、ピチピチツルツル、キメが細かくて、ね、ライン交換する。何交換しようか。うん、うん、する俺と、うん、交換しなよ。じゃあ後でこっそり交換しておきます。交換しよう、みんな交換しよう。うん、いいよ。 QR コードでいい。いいよ。うん、交換しよう。なっちゃん、QR コード出し方わかんないんだよ。俺が手取り足取り教えますよ。はい、手取り足取り教えます。あの、す、これですね、これですか。うん、はい、あの、す、じゃあ行きますね。荒野です、荒野です、よろしくお願いします。サインを送りました、よろしくお願いします。のんちゃん、交換しよう。QR コードどこっちゃったか。もう酔っ払いすぎ、うん、いいよ、今日は酔っ払っていいよ、ガンガン飲め。うん、
がとうございます。お、刀は。それ残り電池どのぐらい？これ電池まだまだあるよ、全然大丈夫だよ。うん。散歩行かない。散歩いいよ、全然。いい。うん。全然いいよ。金梅さん超えてんじゃん。何が？すげえ、閲覧数。閲覧数金梅？はい。金梅とか相手してねえから俺。うん、すげえ。うん。金梅とかちょろいから。オワコンだからあいつ。ニコ生の時に終わってんだよ、金梅は。これからは荒野だよ。なあ、みんな。金梅とかオワコン知らねえよ。これからは荒野なんだよ。あ、どっか行っちゃった。キュアルコードどっか行っちゃった。いいよ、新しくキュアルコード発行すればいいじゃん。新規キュアルコードで。え、そんなのあるか。後で探しておきます。じゃあ QR コード読み取り出してもらって QR コード出してもらえばいいじゃん。え？じゃあ後でやってもらう。うん。そんなに買ったの？いやもう今日は祭りだから。祭りじゃい。祭りじゃい。イエーイ、うん、すごい。何やってんの？ヒカルさんのライブ見てます。あ、ヒカルのライブ見てんの、うんうん、ちなみにもうロアコさんヒカルくん嫌いだから。そうですか。嫌いというか、うん、とりあえずくるくる詐欺を何度もやられて、うん、うわ、実行されるまではしばらく保留。うん、うん、保留、うん、うん。ふわっちのトップページ見せて。あ、ほいいよ、ヒカルくんの枠閉じて。はい、うん、めんどくせえから。はい、うん。で、今みんなやってないっすね、ふわっち。ふわっちなんか最近やってない人多いよね。うん、あ、ドレさんがやってるな。ドレさん始まった、うん、ドレさんがやってる、うん、うん、めんどくせえからお前いいから、うん、ないよ、ないよ、うん、タチウヒコない、うん、うん、何で歩いてたんすか？薬で。薬と酒？うん、酒は飲まない。酒飲まないの？薬だけで歩いてた、うん、どうやってやるんですか？教えてください。教えたら君は24時間起きないって。え？眠くなっちゃう、つい、うん、ダウナー系ですか？なんですか？うん、どんなお薬なんですか？安定、精神安定体だ。それは僕も持ってますよ、いっぱい。そんなもんじゃないんだよ、うん、ハルシオンとかじゃないですか？そんな軽いもんじゃない。白玉とかですか？リスパダールというの。リスパダールはメジャートランキライザーですか、うん、リスパダールあれ良くないんくないですか？よくないっていう。なんか決まんなくないですか、うん、リスパダール。自分が処方されてから考えれば、うん、処方されたことあるんですけど、ね、どうにも合わなくて。
前何にヒカル君にコメント打ったの？打ちましたよ。は？なんて言ったの？なんとなく打ちましたよ。意味がわかんないんだけど。なんでですか？うん。クソ冷めてんだけど。なんて言ったの？ロックさんち回すって。サブ。え？うん。ね、散歩行きたいの？和子さん。うん、行きたい。散歩？今から？うん。ちょっと往復10分か15分ぐらい。うん。俺と行くの？二人で。うん、なんだもう一緒に。小屋も一緒に？うん。うん、いいよ。行く？散歩。小屋。行きましょう。うん、行こうぜ。うん。ほら、しらけるっつってしらける、ごめんなさい、うん、ごめんなさい行こうぜ、ロホさん、うん、うん、冷めるよな、うん、行こう、声、服着て、はい、大丈夫っすか、ロホさん、うん、うん、酒持ってけだって。リスナーさんが。もちろん。じゃあ行きましょう。わかりました。ちょっとそこで行け。荷物置いてっていいよ。戻ってくるから。いやー、うちも常に持ちます。うん。花火足んねえよ。花火頼むよ、みんな。酒草。ウケんな。しらけるはシフトチェンジ。酒草。早っ。酒草なる酒草草もうすでに金梅さんと同じ匂いがするんだけどマジかよお前多分やられるよ21でその酒の飲み方タバコどうしたタバコあるぜああ坊主になんでやねんいやマジで金梅さんと同じ匂いする金梅さんとよっさんの匂いするんだけど、うん、すげえなお前21で酒を飲まなきゃやってらんねえよ人生、うん、廊下では喋んないようにね静かにね、はいはい、いいよもう外で下行ってて、はい、下行ってて、はい荒野酒くせえもうすでにていうか飲んでたろあいつ多分の行く前にそう外出てて下行ってて下行ってて、はい、うん、ガラ悪いけど大丈夫大丈夫大丈夫全然どうんタイプどう老化さん的にはうん若いから生きがってるから、うん、ワンタロよりひどいかもしれんあんまパコりたくない、うん、パコるとかいう次元に行かないんじゃないかと思うマジで、うん、あんまタイプじゃないもう連れて帰るあいつうん連れて帰ろうか今日うん連れて帰ってもらった方がいいかもね嘘タイプじゃないんもうちょっと次の企画の時にまた呼んで、うん、そこでどのぐらい力を発揮するかっていうのそうだねなんか、うん、もうあいつ酒癖悪いし帰らせようかうん、うん、なんか冷めるよねうん、うん、そうするわうん、うんうん、分かった OK うんうん
そうしようぜ、うん、そのでっかい電池積んでいくの。うん、戻ってくるよ。うん、ダメだ、才能ないわあいつ。ダメだ。よいしょ。何？本当に行きたい。どっちへ行くの、ラコさん。何こうや、こっちおいで。歩こう、うん、あ、いいよいいよ、歩いてて。ダメなの。何？ダメなの。うん？何？ちょっと待って。ダメだったんですか。何が？こうやアンチ多すぎでしょこれ。本当ですか。こうやアンチがすげえ多い。俺のいるよ、囲いの人来てよ。囲いいんのお前。はい。囲いいんの。はい。お前に囲いいんの。いますよ。普通にホテル取ってくれたり。あ、そう。ステーキ、サーロインステーキ投げてくれたりしてくださる方いますよ。サーロインステーキもらったのお前。はい。あれだって一発5000円でしょ。はい。3個ももらったの。はい。すげえなお前。もらいましたよ。応援してますって言って。はい。散歩。散歩大好きだよ、ロハコさん。そうなんですか。うん。危うさ？危うさってわかんないよ、そんな。ステーキ3個分の仕事できてねえって言われてるよ。うん。才能ねえの。どっちだよ。お大丈夫？ロハコさん。ここはどこだ。夏の方がいい。うん。じゃあ良かったですね。もう暖かくない。うん。冬はこういうのも、こういうのも。寒いですよね。
なんかしらけたな、うん、なんかしらけたな、うん、なんでしらけちゃったんですか。いやもう、もう俺はもうしらけて、どっちらけだよ。ええーうん、なんでですか。いやなんでだろう、テンションかな。どうしたんですか。うん、もう俺はしらけてるから。ない、うん、なんでですか。え、うん、クソ寒いなと思って、ね、うん、どうしたんですか一体。何が起きたんですか。いやもうなんか寒いわと思って、うん、あー大丈夫ロコさん。クロチョちゃん、いや花火の問題じゃないわ、うん、何なんだ、うん、何なんだ拾う、うん、俺出したよ全然。いやそれはいいんだけど、いやそんなことしてねえわ、何を言われたの黒蝶ちゃん。オスダちゃん、あじゃあ残り2分で俺放送切ります。お疲れっす、うん、切るんすか。いやもうなんかいいわ俺、しらけました、しらけた。一回放送切るわ俺。お疲れっす、お疲れっす、おやすみ、おやすみなさい、うん、お疲れ、うん、お疲れ様、お疲れ様です。あ、気をつけるよ、大丈夫だよ、車だから、うん、お疲れ。いや、普通にしらけるでしょ、うん、普通に寒いでしょ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ、もう。